はいいかいって聞きますので、茨城弁でですね、いいよっていうのが予感弁っていうですね、多分栃木だから一緒じゃないかなと思うんですけどね、もしよかったら言っていただけたら嬉しいです。いきますよ。ねえねえ準備はいいかい。あ、上手。今日は来てくれてありがとう。もう一度いきますよ。ねえねえ聞いてくれかい。よかった。うまい。私の思いのこもった歌をそこらつぐって見てくろう。最後まで残ってくださってありがとうございます。茨城県古河市出身、境町在住、波佐見静香と申します。一生懸命歌ってまいりたいのでよろしくお願いします。オリオンストリートに来てくれて本当にありがとう。私とても嬉しいよ。せっかく来てもらったから、yeah、私精いっぱい歌うよ。いくよ。ねえねえ準備はいいかい。はい、準備最高ですね。私の思いのこもった歌をそこら作って見てくろう。そこら作って見てくろう。飾り静かにどうぞお願いします。さすが栃木。あ、間違えた。突ぐですね。突ぐ。ね、茨城県の古河市出身で、ね、境町在住なんですけどもね、宇都宮は実はお姉ちゃんが住んでおりまして、なのでもう本当に私的にはすぐそこっていうイメージなんですけどね、路上ライブでは宇都宮駅でよくやっておりまして、それこそ学生の頃ですかね、高校生の時、ずっと私はその当時相方さんがいてですね、2人組だったんですけども、古河駅でよく歌っておりまして、いよいよちょっと茨城を出てみようぜっつって宇都宮まで来まして、宇都宮って音楽の街ってね言われてるじゃないですか。で、路上やるって言ったらやっぱオリオン通りだろうと思って来たんですね。で、勇気を出して、当時はねちょっと自分の曲歌ってなくて2人でゆずを歌ってたんですけど、すごくドキドキしながら歌ってみたら、なんか上の方からおばちゃんがうっせーぞーっつってめっちゃ怒られました。むちゃくちゃ怒られました。本当に久しぶりに大人に怒られたより、めちゃくちゃ怒られてですね、すぐさま撤収したっていうね。なのでオリオン通りでずっと歌ってみたいなと思ってたので、今日はその夢が叶いました。ありがとうございます。ね、ストリートって書いてあったんで、今日すんごい寒いんだろうなと思って北海道3つぐらいつけてきたんですけどね、暖かいところで今日はできるということで、本当に改めまして呼んでくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、そんな肩書きで、活動しております。まあ、今の世の中で、ね、生きづらいなと思っている中で、私は、音楽があったから、こうして生きれてる自分がいるなって思ってます。今度は自分がその存在になれたらいいな、そんな思いで全国いろんなところで歌わせていただいております。今日はね、一生懸命歌って帰りたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。淡い淡い優しさわかる人でいたい。
生きづらいのってねよく聞かれたりするんですけどね、なんか私の中で思う生きづらさってこう失敗を許してくれないなっていうのがすごい思っています。なんか大人がやらかしてしまった時って本当に袋叩きにするじゃないですか、ね、芸能人の方がやらかしちゃった時とかも、なんかもっともっとねこうまあやらかしちゃったらしょうがないのかもしれないんですけどね、でももっとこう許し合える世の中になったらいいのになって、それを見てたら子供たちはああ失敗しちゃいけないんだなってどん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 挑戦することを恐れてってる子たちがいっぱいいるように私は感じてます。もっともっと大人が失敗を見せて、失敗していかなきゃ成功ってできないんだぞってね、そんな姿を見せていけたらいいなと、そんな思いで作った曲がございますのでお届けしたいと思います。それでは聴いてください。かずみしずかで間違い1,2,3。泣いて後悔して生きてく、そりゃあ私も神様じゃないし間違えもするだろう。でもそうやって人は今をもっと豊かにしていくんだろう。人はたくさん間違いを犯して気づいてない。
直してそうやって生きてくそりゃあ私も神様じゃないしあなただってそうでしょう。お話もありがとうございます。間違いを犯して傷ついて泣いて後悔して生きてくそりゃあ私も神様じゃないしあなただってそうでしょう。人はたくさん間違いを犯して傷ついて泣いてそうやって生きてくそりゃあ私も神様じゃないしあなただってそうでしょう。間違えていいんだよ間違えて生きてこう。どんどん間違えて生きていきましょう。間違いでした。どうもありがとう。なんとね、今日は今素晴らしいパーカッションをやってくださいました。野呂さんでよろしいですか。野呂さん。え、全然違うじゃん。あれちょっと待って。あれおかしいおかしい。野呂は中根さんですね。失礼いたしました。あれなんで今野呂ってなっちゃったんだろう。今日誕生日当日ということでね、素晴らしい、ありがとう、おめでとうございます。ちょっとせっかくなのでですね、ちょっと誕生日ソングといっては何なんですけども、一曲を送らせてもらえればと思いまして、ここにいるね、皆さんにも、せっかく今日ね、こうして出会えておりますので、今よりもちもっと幸せになって帰ってもらえたらなというそんな思いを込めて、祈りという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。祈り。あなたはいつも素直じゃん。
なくて強がって無理するような人だったから心配してるよ。幸せが行き届きますように。風見静香で祈りでした。どうもありがとうございます。そして誕生日おめでとうございます。あ、恥ずかしいですね、なんかね、このね、まっすぐでまっすぐでなんていうか、ありがとうございます。ということで、先ほどね、今日はあのペテンさん、また言ってしまった、また言ってしまった、ペタンですね、いつも言ってしまうんですね、ペテンだと悪い人になっちゃうね。失礼しました。ペテンさん、本当にごめんなさい。前回はペテンになっちゃったんですよね。すごいなさい。ペタンさん、いや飛べた。もう間違いない人ね。にね、呼んでいただきまして、ノロさんとペタンさん、ひどいですね。本当にごめんなさい。もうね、すぐこうやってやらかしてしまう私なんですけどね。先ほど希望というね曲を歌ってらっしゃったなと思っておりまして。なんか私のために歌ってくれてるのかなってちょっと思っちゃったんですけども、ありがとうございます。まあね、なんか何かと私もこう落ち込みがちで、ちょっとしたことからと、ああもう自分はダメだって、思ってしまう時があるんですけども、でも、どんな時も希望があった時っていうか、違う間違った、なんていうの、もうダメだって思ったその時が、新しい道が開ける時だったなって、そんな風に思うことがいっぱいありました。人生っていうのは今この瞬間から自分が変わってやるぞと、変えていくんだって、そう決めた瞬間から変わっていくなと思ってます。いくつになったって、何歳になったって人生は変えていくことができる、そんな思いで書いた曲をお届けしたいと思います。いつだって
後まで皆さん残ってくださってありがとうございます。もうとてもありがたい環境で、もう何時間でも歌いたいなっていう感じでございますけれどね、次の曲で最後にしようと思います。あ、次の曲で最後にします。歌ったらアンコールってね言っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。もう私事ではあるんですけどもね、この数年本当にいろんな命と向き合いました。ついこの間まで本当にピンピン元気にしてた方だったのに急にね亡くなってしまったり、じいちゃんばあちゃんがね立て続けに亡くなっちゃったり、死にたい死にたいって言ってた友達が本当に亡くなってしまったりとか、いろんな命から本当にここ数年で、亡くしました。また会おうねって言ってまたこうやって会えることってすっげえことなんだなって、自分の命がこうやってあることって本当にありがたいことなんだなって、今は本当に心からそう思っています。とはいえね、生きていくことって本当に簡単じゃなくて、苦しいことも辛いこともいっぱいあるかもしれません。でもなんかやっぱりそんな時こうやって音楽の力ってすげえなと思ってて、なんかちょっと塞ぎ込んでたとしてもこうやって音楽聴いてたらなんかちょっと元気になったり、こうやって皆さんと同じ時間を過ごしてキラキラ笑ったり、なんかそういう時間が、あ、自分を生かせてくれてるんだなって本当にいつも思わされています。今日もね本当にいろんなね世代の方が聞きに来てくださってて、ね、もうおばあちゃんもずっとうんうんって言いながら聞いてくださって、なんかもうそれだけで私本当に嬉しい、ありがとうございます。本当にそれが一つ一つ小さなことだけれども、そうやって人の一つ一つがつながってこの場っていうのができていて、それが私が生かされてる理由だなっていつもそんな風に思わせてもらってます。また皆さんとねどっかで出会えたらいいな、また再会できたらいいなという思いを込めて、また生きて会おうという曲を最後に歌ってアンコールで終わりにしたいと思います。本当に皆さんも今日はお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。時間を忘れない。
業を。ありがとうございました栃木と、ね、茨城は仲が悪いとか、ね、言われておりますけれどもね、ね仲良くしていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。この後私ちょっとチラシを持ってきておりますので、よかったらチラシ持ってきていただけ、持ってきて嘘です、私が配りますんでね、持って帰っていただければと思います。今ねうちもいろいろとありましてですね、実家が今自動車なんですけどもね、うち、お母ちゃんと二人で今、まあ、いろんなことがございまして、カフェをですね、お母さんと二人でやっております。そこでもオープンマイクとかねやってらっしゃったり、やってらっしゃるじゃないやってたりしますんでね、もしよかったらね皆さんもまた来ていただけたらなと思っております。境町ですね今は。はい、なんでしかも新4からすぐ入ってすぐなんでね、めちゃめちゃあだっすぐ来やすいね、歌いにね、ぜひ歌いに来ていただけたら嬉しいなと思っておりますんでね、ということで最後はですね、私いつも負けるもんかという曲をね、歌っております。昔はね苦しくても辛くても負けるなんてど根性だと思ってその歌を歌っておりました。でも時代も変わり私も変わり、今はね負けてもいいって思ってます。負けたっていい、辛い時は苦しいって言っていい。でもどうか命だけは落とさないでほしいな。最後生きるってことだけは選んでほしいな。そんな思いで今負けるもんかという曲を歌っております。いろいろとね歌があると思いますが、どうか負けずにこれからも生き抜いていきましょう。そんな思いで最後の歌を歌って今日終わりにしていきます。本当に今日はありがとうございました。負けるもんかって自分はできると信じてた。とえどんなこんな状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ。笑って吹き切って、楽しんでこう、よっしゃ行くぜ。信じてたとえどんなこんな状況も
ありがとうございました。